ナンバーアイ、平野志耀神宮寺勇太、岸ゆ太、再び一緒に笑顔で音楽の旅へ、ジャニーズ事務所を退所し、新たな道を歩む岸ゆ太さんが、ファンにとって嬉しい発表を行いました。 彼は、同じくジャニーズ事務所から離れ、滝沢秀明氏が設立した株式会社戸部に所属している平野紫耀さんと神宮寺ゆ太たさんと共に、新たな音楽グループ、ナンバーアイを結成し、音楽活動に意欲的に取り組むことを発表しました。この報道は、多くのファンにとって朗報であり、新たな音楽の旅へのワクワク感を抱かせてくれました。 ナンバーアイ結成の発表。ジャニーズ事務所を退所した岸優太さんが新たなステージに挑むことをファンに発表したのは2023年10月15日。 この発表は公式 YouTube の生配信内で行われ、その中で岸優太さんは滝沢秀明氏の設立した株式会社トベに加入し、平野紫陽さんと神宮寺優太さんと共に新しい音楽グループナンバーアイを結成することを報告しました。この発表により、岸優太さん、平野紫陽さん、神宮寺優太さんといった ジャニーズ事務所から出身の人気アーティストたちが再び一つのプロジェクトで共演することとなりました。特にキシユタさんと平野紫耀さんは以前同じグループ、キングピンスで活動し、その絆が再び結ばれることが多くのファンにとって感動的な瞬間でした。再会の笑顔。 生配信内で行われたこの発表において、3人のアーティストは、笑顔で楽しい雰囲気を作り上げました。平野志耀さんは、ナンバーアイとしての音楽活動について熱く語り、幸せを感じられる音楽を作りたいという意気込みを示しました。その中で、彼ら自身の個性を活かし、誇りに思える作品を作りたいと語りました。 人従寺ゆ太さんは、主に進行を担当し、岸ゆ太さんを優しくフォローしました。彼はファンと一緒にプロジェクトを進める過程についても言及し、ファンとの絆を大切にする姿勢を示しました。ファンとの共感を大切にする姿勢が、アーティストとしての信頼性を高めています。新グループ、ナンバーアイの展望。 新グループ No.I. の結成は多くの期待を抱かせる出来事です。岸優太さん、平野志陽さん、神宮寺優太さんの3人がそれぞれの才能と個性を結集し、どのような音楽活動を展開するのかが注目されています。No.I. のメンバーたちはジャニーズ事務所からの移籍を決断し、新たなステージに挑む決意を示しました。 この決断には多くのリスクが伴うかもしれませんが、彼らはファンへの感謝と音楽への情熱を胸に、前向きに未来に向かっています。音楽活動にかける思い。平野志陽さん、神宮寺優太さん、岸優太さんは、音楽活動に対する強い情熱と意欲を示しました。特に平野志陽さんは、ナンバーアイ。 ととししての活動で幸せをを感じることを強調し自分たちらしさを大切にして作品を作りたいと述べました。ファンから愛される音楽を作り出すために、彼らは自己表現と創造性に挑戦し続けるでしょう。岸優太さんも新たなプロジェクトに向けて前向きな姿勢を見せています。彼はファンクラブの新設も発表し、 ファンとのコミュニケーションを大切にする姿勢を示しました。ファンからのサポートと応援がアーティストの活動にとって非常に重要であり、彼らはこれを強く意識しています。ナンバーアイの今後の活動。ナンバーアイは音楽活動だけでなく、ファンとの交流やコミュニケーションを大切にしながら、新たな道を切り開いていくことが期待されます。 彼らはこれまでの経験を生かし、新しいチャレンジに積極的に取り組み、より多くの人々に感動と喜びを届けるでしょう。新しい音楽グループ、ナンバーアイの活動は、多くの人々に新たな夢と希望を与えることでしょう。彼らの音楽が人々の心に響き、勇気や幸せを与えることを願っています。 今後の彼らの活動に多くの人々の期待が寄せられることでしょう。音楽界への影響、ナンバーアイの結成は、日本の音楽界に新たな活気をもたらすことが期待されます。岸優太さん、平野志耀さん、神宮寺優太さんの個々の魅力と才能が結集し、幅広いファン層に向けた魅力的な音楽を届けることができるでしょう。 彼らの音楽が多くの人々の心に響き、励ましと感動を与えることで、日本の音楽シーンに新たな息吹をもたらすことが期待されます。さらに、岸優太さん、平野志耀さん、神宮寺優太さんのような若手アーティストが、自己表現と創造性を大切にしながら新しい音楽プロジェクトに取り組む姿勢は、若い世代に勇気や希望を与えるでしょう。 彼らの挑戦と成長の物語が多くの若者たちにインスピレーションを与え、夢を追求する勇気を持たせることが期待されます。ファンへの感謝と期待。岸優太さん、平野志耀さん、神宮寺優太さんは、自らの活動に対するファンへの感謝の気持ちを強く示しました。 彼らはファンとの絆を大切にし、ファンの存在が自身の活動にとっていかに重要かを理解しています。彼らの音楽活動は、ファンとの共感とつながりを大切にしながら、さらなる成長と進化を遂げるでしょう。ファンからの温かいサポートと応援が、彼らの音楽活動を支える大きな力となっています。岸優太さん。 平野志耀さん、神宮寺ゆ太たさんは、ファンの期待に応えるために、常に全力で取り組み、成長し続けることを約束しています。岸優太さん、平野志耀さん、神宮寺ゆ太たさんによる新しい音楽グループ、ナンバーアイの結成は、日本の音楽シーンに新たな息吹をもたらすとともに、多くのファンにとっても心躍る出来事となりました。 彼らの音楽活動への情熱と意欲は多くの人々に勇気や希望を与えることでしょう。岸優太さん、平野志耀さん、神宮寺優太さんはファンとのつながりを大切にしながら新たな音楽の旅に向けて進んでいます。彼らの音楽が多くの人々の心に温かさと感動を届けることを願ってやみません。彼らの活動に これからも多くの人々の熱いサポートが注がれることでしょう。